ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督が、オランダ代表との試合を振り返った。UEFA 公式サイト、uefa.com が伝えている。動画、ハイライト、好調の両チームが激突。オランダ×ドイツ UEFA ネーションズリーグリーグ A グループ3第2節。ドイツ代表は、昨年9月にユリアン・ナーゲルスマン監督が就任してから好調を維持している。現地時間9月7日に行われた UEFA ネーションズリーグ、UNL のリーグ A グループ3第1節ではハンガリー代表を 5-0 と大勝した。対するオランダ代表も第1節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表に 5-2 というスコアで快勝を収めている。そして、両チームが現地時間9月10日に UNL のリーグ A グループ3の第2節で激突した。試合は2分にオランダ代表が先制する。そしてドイツ代表は38分にデニス・ウンダブ、45プラス3分にヨシュア・キミッヒのゴールで逆転に成功。しかし、50分にはデンゼル・ドゥンフリースのゴールでオランダ代表が再び得点し、2-2 というスコアで引き分けという結果となった。試合後、ドイツ代表を率いるナーゲルスマン監督はこう語った。我々にとって悪いスタートとなった面白い試合だった。もっとうまく守らなければいけなかったが、失点した後はチームに力強さが戻った。ハーフタイムまでに逆転したのは然るべき展開だったと思う。後半の10分からプレッシャーが強くなって苦戦を強いられた。時として、ボール保持の局面で簡単な解決策を見つけ、自陣でボールを奪わないといけない。その後、我々は失点してしまったが、これももっとうまく守れた状況だった。3点目を決めるチャンスはあったし、オランダ代表より我々の方が勝利に近づいていたと思う。